やめてくれ。砕け散れ。貴様も一緒に潰してやる。獅子暴風壁差し出りよ。よし、いいぞ。負けるな、差し出りよ。いかん。迂闊に飛び込んでも竜巻の餌食になるだけじゃ。必殺戦技はスタミナを消耗する。距離を取ってサジタリオ得意の持久戦に持ち込むんじゃ。獅子暴風壁ならそれで正解だ。だが俺が今までの必殺戦技だと思うな。くらえ獅子ウルガロンズ。この技は攻撃は最大の防御ってな。負けてたまるか。サジタリオ、サジタリオフレイムクロだ。みんなぶっ壊してやる。やめてくれ、ジョウヤさん。勝負はやるかやられるかだ。俺も知っている京也さんじゃない。一体あの男に何をされたんじゃい。ケンタ、目を覚ましてください、京也さん。京也さん、どうしてこんな。ベイバトルは潰し合い、最後に頼れるのは己の力のみ。だからフェイスハンターズはもう必要ないというのですか。そうだ、弱い者ほど群れたがる。地獄で一人生きる術を見つけた俺には仲間など必要ない。まだだ。言ったはずだ。救いなど1ミリたりとも与えない。完膚なきまで叩き潰すと。やめろ。もう十分じゃろ。帰れ、鋼金河に伝えろ。家庭神京也が貴様を倒すために地獄から戻ってきたとな。私の必殺戦技見極められるか。面白い。
いけるぞ、アクアリオン、インフィニティメーン。見えた。さすがだな、光の反射で本物を見極めたか。やっぱりすげえな、お前の必殺電技身震いしたぜ。鋼銀河、感謝する。あ、これでもう未練はない。また戦おうぜ。な、私はお前に負けたのだぞ。だから言っただろ、勝ち負けなんて関係ないって。お前楽しくなかったか。俺は楽しかった。私もだ。じゃあそれでいいじゃん。じゃあまたな。負けたのに楽しい。こんな気持ちは初めてだ。揺れることから強さは生まれない。改めて分かったよ。待っていろ、鋼銀河。荒れる風、渦巻く雲、空を裂け大地が揺れる。銀河と京也の視線は想像を絶する死闘となった。銀河の必殺電技が通じない。レオーネの牙がペガスに迫る。負けるな銀河。いつ果てるとも知れないバトルが続くその時、銀河は悲しきベイの声を聞いた。次回激闘、銀河 VS 京也にゴーッシュ。この番組はハドソン、タカラトミーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。